はい、今緊急で動画撮ってるんですけど、どうやら私のとある動画が X にて非難されてる、反感を買ってるという連絡が、自分の元に、来ました。と思って、どういうことって思って、調べてみたんですけど、とあるツイートがあって、そこに今100いいねぐらい結構ついてますよね。100いいねぐらいついてて、ユーフォニアム界隈かなんかだろうね、これは。めちゃくちゃ僕がね、罵詈雑言を浴びせられてるんですよ。俺はやっぱアニメの面白さをやっぱみんなに知らしめるためのこの動画配信活動をしてるわけですから、これはなんかいらぬ反感を買うのは非常に甚だしいというか、こんな不本意なことは起きてはならない、これは俺が反論しないといけないなと思ったんで、ちょっとその対象のツイートを今回、見ることにしました。ってなわけで、まあ問題となったツイートがね、こちらですね。昨日の AI へといい、アニメ放送が始まってこういうやからが増えるとは思っていたが、今期のアニメキャラたちの根付けなどという人類の敵認定すべきレベルの下道的諸行、アクアに至ってはひどすぎる。そもそも女性に対して値段をつけるなどという発想自体が気に食わない上、これで収益を得ているのもがぜん嫌になる。全ての女性は等しく美しいという天の道を行く人の名言を脳裏に刻み込みたいものだ。キャラクターたちってのはものではなくて、作画という言葉も当てはめたくないほどに尊い存在。高坂麗奈という強気で怖いけど目標にまっすぐな女の子もいれば、黒江真由というみんなに優しい可憐な女の子もいる。確実にそこに存在していて、恋愛的な感情や憧れを感じるものだと思う。制作スタッフの方々によって考え生み出された視点で女性そのものなんだよ。好きな女性と本気で付き合いたいって時にお金を払うか、そんなわけはないだろう。見た目もいい子が多いからいろいろな妄想が膨らむのは男だし、もちろんわかるけど、それをお金に換算したり稼ぎにしてはダメだ、というね、長文のねツイートあったんですけど、これに対してまあ私から一言、おっしゃる通りです。食うのでも出ませんでした。むしろ2022年11月にこのシリーズを配信して1年半、何もこのようなことが起きなかったのは奇跡に近いことだったと思いました。ただ一つ、ここのね、多分ユーフォニアムの界隈か何なのかは分かんないけど、まあそんな君たちが目の敵にしてる僕から一言言っておきたいことがある。僕は君たちの敵じゃないんだよ、ということをここに伝えておきたい。中学時代の頃、そして高校の頃、運動部に入ってた。運動部、スポーツ経験だ、スポーツやってた。ただその時俺は真面目にやんなかった。部活を本当に毎日嫌だった。本当にやりたくなかった。早く終わればいいのにな、いつ終わんのかなって感じで部活動やってた。向上意識全くなかった。そうなって中途半端に部活やって卒業して、残ったものってのは何もなかったんですよ、部活で。そうなった時に俺は響けユーフォニアムに出会った。すごかった。響けユーフォニアムの大前久美子ちゃん、一期の本当に序盤の時の大前久美子ちゃん、まさしく俺だった。でも一つ違ったのは、大前久美子ちゃんは他の先輩方とか同級生たちとかの頑張ってる姿を見て、自分もそれに影響されて北宇治を全国に導きたいっていう、この向上意欲をちゃんと持ってた。俺は周りの先輩が必死に頑張って、周りの同級生が知恵と吐きながら頑張ってる姿見て、俺は何もしなかった。響けユーフォニアムが俺の部活動に対する後悔を象徴してくれた。だから大前久美子ちゃんが必死に頑張って部活やってる姿見るたびに、俺は本当に心が締め付けられて、あの時もっと頑張ってる、真面目にやってればよかったなと。どうせ運動するんだから、どうせ時間使ってんだから、だったらその時間有意義にしろよっていう後悔を胸に、俺は響けユーフォニアム3期までずっと見てました。でもじゃあ今の俺にできることといえば、その部活動をちゃんとやれなかったことに対しての後悔、このような似たようなことをもう二度としないという意思表示、そういう考えに至るきっかけをくれたのが響けユーフォニアムでした。だから俺は響けユーフォニアム京アニで一番好きなアニメです。あ、すみません、一番じゃないです。一番は軽音で、あ、軽音フルメタ、日常、中二恋、春日、蔵など UFO だから7番目です。でも7番目、京アニの7番目に好きは
他の制作会社でいうとこの一番好きレベルです。もう本当にそんぐらい素晴らしい作品だと思ってます。だからどうか僕をニベケユーフォニアム界隈の敵として仲間外れにせずに、僕も君たちの仲間に入れてください。俺は夏希ちゃんが好きなんだよ。俺は大前久美子ちゃん好きなんだよ。俺を仲間に入れてくれよな。大前久美子ちゃん3期の3話でなんかボイコットした1年生の家まで向かってみんなで誰一人かけちゃいけないんだっていう状況で北宇治全国目指したじゃん。お前らもそうなんだよ。俺がかけちゃいけないんだよ。誰一人 UFO 界隈 UFO ニアムっていうアニメを盛り上げるために UFO のファン一人でもかけちゃダメなんだよ。俺は君たちの味方なんだよ。だからどうか今回の件については許していただきたい。そしてあと少ししたら値段付け動画の後半が多分やるので、そちらも一緒に見てほしい。まあ動画以上になるんですけど、で最後にこのツイートした人だったりとか、あとリプランだったり、そしてこの動画のコメント欄に彼らをね攻撃するような、意図のあるコメントはどうか控えていただきたいです。てなわけで本日の動画は以上です。ありがとうございました。